皆さんこんにちは。こんにちは。くすみ橋選手権大会のプロデューサーの田代です。じゃ今日も須田さん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さん今日はですね、マイ勝負靴ということで、靴磨き職人の方は皆さん靴ものすごいやっぱ好きで、持ってる方が多いだというのを皆さんも多分ご存知だと思うんですけども、その方が結構僕選手権で皆さんすごいいい靴を履かれていて、で話聞くと、いろいろなんか裏があるというか、ストーリーがあるんですよ。はいはい、なのでちょっとこの、まあ番組では、実際にその選手の方が、勝負靴として履く靴をちょっと一足ご紹介いただいて、なぜその靴を選んでるのか履いてるのかってところをちょっと聞いていきたいと思います。なるほど、面白いですので、第1弾はもう僕でいいんですか。はい、もう勝負の男。あ、ありがとうございます。長谷川さん、よろしくお願いします。ということで、長谷川さん、あれ見てる、見てる、はい、長谷川さん、今回この茶色の靴なんですけど、これどちらのブランドの靴なんでしょうか。はい、これはマーキスですね。マーキス。庄司川口さんの靴です。はい。川口庄司さんのマーキスの一足。これデザイン、これごめんなさい。デューンってやつですね。はい。あ、村上庄司ですね。村上庄司すみません、すみません。あの、はい、川口庄司さんじゃないですね。はい、あ、間違えました。ちょっと、はい、すみません、ちょっと、まあ、またちょっと、すみません、庄司、はい、さんだってそんな感じなキャラじゃないですもんね。はい、ドゥーンキャラじゃないですもん、はい、神様みたいな方なんで。ありがとうございます。庄司、はい、さんの、はい、これはビスポークなんですか。これビスポークで、はい、あの初めて作っていただいたビスポークですね、川口さんに。まあ、そのビスポークシューということで、はい、で、まあ、はい、多分確か、お願いしたのが2015年とか16年だったんですけど、はい、仕上がったら2017年 で、うん、でまさしくこの、まあ、勝負靴って言われたら、うん、まあ、この靴って言ってる理由は、はい、その2017年のロンドンの靴磨き大会の、はい、第1回の あの時に下ろしたのがこの靴だったんですよ。あの時この靴履いてたんですか。そうなんです。で、2017年の4月か、確か、あ、5月ですね。5月にロンドン行ったんですけど、その時にまだできてなくて、で、川口さんに無理言って、ちょっとあの、早めてくださいって言って、ロンドンに入ってきたいんでって言ってお願いして、仕上げてもらって、で、この靴を履いて大会で優勝できたっていうので、自分の中でパワーシューズですね。そうなんですね。あ、はい、じゃあその時履いてたのはこれだったんですね。そうなんですよ。これデザインとか、はい。これまあいわゆるセミブローグ、セミブローグのこの、ね、はい、もうなんすかね、こうビンディングがないこのストレートな、すごいこうシンプルなあのセミブローグですね。なんかこのデザインした理由とかっていうのはあるんですか。まあマキス その川口さんに作っていただくっていうので、はい、まあお願いしに行った時に、はい、もう川口さんから長谷さんブローグシューズですよねみたいな感じで、あ、もうすぐで僕プレーンっていうのを作りたかったんです、正直。僕本当は、はい、あんまり穴飾りが、はい、そんな得意ではないので、はい、シンプルなのが良かったんで、うん、プレンティを頼みに行ったんですけど、はい、いやブローグじゃないですかみたいな、はい、セミブローグとフルブローグどっちにしますみたいな感じだったんで、はい、あ、じゃあまあ川口さんがそんなにおっしゃるんであればと思って、まあ、ですしマーキス自体がやっぱブローギングシューズがもう、ね、はい、お家芸のようなすごい得意な、うん、もうハウススタイルとしても間違いない靴だったので、まあ、そこはじゃあ言われるがままでっていうので、で、まあ、セミブローグの靴は持ってなかったんで、はい、でお願いをして、やっぱあとこだわりとしてやっぱ皮が、うん、これフロイデンベルグなんですけど、はい、アーモンドですね、はい、アーモンド、はい、ちょっと赤みのある、フロイデンベルグの皮にやっぱ憧れが今もなおもちろんあるので、その時もフロイデンベルグ持ってらっしゃるってことだったんで、あのフロイデンベルグで作っていただいた思い出の。そうですね、はい、実際この靴は どんなシーンであの長谷川さんは履くんですか。そうですね、まあやっぱり普段は正直普段から履くって靴ではないので、ちょっとこう気合を入れたい時に履く靴ですね。なんでちょっとこう人前で立って何かする時とか、はい、とかですかね、うん、勝負の時が多いですに履くと、はい、あ、じゃあ本当に勝負靴なんですね。なんでまあこの撮影をする前履いたのは、そのまさしく炭焼き大会のファイナルのあの時に履いたのがこれ最後ですけど、その前はいつだったかって、多分なんかの多分講習かなんか目の人前でなんか話す時だったと思いますね、はい、うん、そういう時に履くっていう、はい、もう一足ですね。なるほど、はい、やっぱこういった勝負靴があることによって、うん、なんか気持ち的な影響とかってなんかあります、長谷川さん。めっちゃありますね。やっぱりこうなんすかね、勇気というか自信が湧いてくるというか、うん、やっぱこれを履いてれば大丈夫みたいな、うん、まあ自分のジンクスみたいな、はい、ところあると思うんですよ、はい、なのでやっぱりこう足元からもう間違いなく支えてくれてる、まあ、実績も含めて、はいはい、
僕を優勝に導いてくれてますし、今までいろんな大事な場面で常に足元にいる靴なんで、そういう意味でなんかこう自分の中だともうすごく完全装備です。はい。はい、なるほど。気持ちがかなり高まって、もう守ってくれてるみたいな感じの存在にもなる。そうですね。し、まあ、後押ししてくれる存在ってことですね。うん、こんなに長谷川さんが、まあ、勝負の時に履くのがこのマーキスの、はい、ビスポークの、まあ、セインブローグの一足。ちなみに長谷川さん、次、何か今、まあ、勝負靴2足目っておかしいんですけど、あ、まあ、これに、まあ、これとまた同じように横並びするような勝負に使いたい靴みたいなのでなんか欲しいものとかあったりするんですか？まさしく川口さんにはまだ1足しか作っていただいてないので、あの2足目を、まあ、今年ちょっと頑張ってオーダーしようかなと思ってるんで、なので次は黒の黒、はい、のシンプルな靴を、はい、でこの前あの年末大掃除したら黒のストレートチップ僕1足も持ってなくて、はい、言ったら黒のプレゼント持ってなかったんですよ、はい、フォーマルちゃんとしたフォーマルシューズ持ってないんだっていうのを今更気づいたんで、はい、それを川口さんに作ってもらいたいなと思ってます。でも分かんないですよ、もし入り口行ったら長谷川さんブログっすよね。そうなんですよ、ブログ推しなんで、はい、はい、もしかしたらフルブログなんじゃなってる可能性あります、はい、そこはもうバトルですね。もう川口さんになんとかそこは作っていく説得しながら、はい、はい、ありがとうございます。説得するっておかしいですけどね、オーダーで、はい、お願いしようかなと思って、はい、はい、じゃあ実際履いてもらっていいですか。はい、お、俺なんか靴べら、あ、そうなんですよ、靴べらかっこいい、常に靴べらは持ってるんですね、持ち歩いてますから。しかもウォレットチェーンみたいに持ってるんですよ。そうなんですよ、ちょっとあの靴べらをアクセサリーのように持つっていうのを、はい、いいのでちょっとこれ感じ、ね、ね、まさか靴べらと思わなかったと思う。そうなんですよ、ちょっとご自身でね、また磨いてもらったからいい感じで。これ靴磨き七不思議の一つですけど、はいはい、あ、すいません、やっぱ靴はですね、磨くと明らかに履きやすくなるんですよね、はい、あ、履き心地変わります。なんかこう感覚的には軽くなる感じというか丸くなる感じがあるんで、これは毎回やっぱり見た目じゃない部分ですごいいいですよね。ちなみに長谷川さん、このいつも履く、はい、まあまあ、勝負靴、勝負靴として履いてる今日のこのコーディネート、はい、どんな感じで。これはですね、はい、スーツはアンソロジーっていう、はい、うちのお店でも、まあ、お高いやったことありますけど、はい、あの香港のブランド、はい、でたまたまシャツもアンソロジーで、ネクタイはあのアットバンヌチってイタリアの、はい、とうちがコラボしたやつ、はい、でまあそうですね、シンプルに、まあ、ブラウン系なんで、はい、まあちょっとこう相性のいい色を選んで、はい、はい、結構あれですもんね、この靴履かれるときって割とネイビーのスーツとかで合わされっていうのも多いですね、はい、まあ、ちょっと今日まだね、あの冬なんで、はい、寒いんで、うん、ツイード着てますけど、でまあ時計は、まあ、皆さんご存知キングセイコー、さすが、はい、アニキングセイコーで、アニキングセイコー、はい、そっちもね、はい、ありますかね。そうです、なるほど。ということで長谷川さんの、今回勝負靴、マイ勝負靴というのはこれマーキスのビスポークシューズで、はい、ございました。はい、で、あれ、これからもいろんな職人さんの勝負靴をちょっと聞いて、うん、あの行こうかなというふうに思ってますので、ぜひこちらの、ね、番組もいいなと思っていただいたらね、まあ、いいねボタン、チャンネル登録していただいて、それでもいいですね。なんかあれですか、なんかまた用途しましたね。いや、今なんかちょっと、はい、そこをより何かこうこの企画を面白くするのってどうしたらいいのかなって勝手になんか大がましいですけど今思いつつ、はいはい、ね、靴の、ね、ストーリー、いいストーリーだけじゃない、面白いストーリーとかもあったら面白い。そうですね、だからもしかしたらその勝負靴の中でもちょっと違うね、うん、で違う一面もなんかこう、あのうんち踏んじゃったとか、はい、ね、そういう、はい、可能性もありますからね、はい、つま先、はい、スチールだと思ったら、ね、こうガムの銀紙だったとか、銀紙だったとか、そういう思い出もなんもないけどね、あんまないと思うんですよ、まあ、でもそんなのもあったと、はい、思っておりますので、はい、はい、引き続きこのチャンネルですね、あのいいねボタンを押していただいたり、コメントいただいたりとか、チャンネル登録していただければというふうに思います。はい、じゃあ長谷川さん、今日は本当にありがとうございました。いや、本当にありがとうございました。ありがとうございました。